広島電鉄火星女学校は、かつて、広島県広島市南町に存在した、私立実業学校。1945年に米軍が作成した、広島市地図。地図中央やや右下巨橋側にかかる、三雪橋右側にあるのが、ガバメントモノポリービューロー。その上に見える空き地に本校があった。 ただし本地図では校舎もしくは寮下は不明。広島電鉄が太平洋戦争中に動員された同社職員の代わりに国民学校高等科を卒業した女子へ乗務を目的とした指導、教育のため創設した全寮制の女子実業学校で1943年4月に開校した。終戦後、被爆からの復興に加え、 枕崎台風で発生した水害により、広電天間橋が落橋するなど、路線復旧費用がかさみ、校舎復旧のめどが立たないこと、また男性運転士が復員してきたことから、1945年9月に廃校となった。当初、当学校生徒は、働きながら勉強もできて、給料ももらえる。女学校卒業の免状も出る、ミシンや、 タイプライターも支給されるを歌って募集されたが、終戦後のやむを得ない事情があったとはいえ保護にされることになった。突然の並行通知に対し、退職金は愚か単物2単以外の支給はなかった。また、学校教師や監督者の要請のもとに、原爆投下から並行直前まで連日、専攻科の在学生を中心に、 常務や負傷者の介護を実際に行っていたにもかかわらず、その給与も支払われることはなかった。当然、就学継続の支援、就職の圧旋、生活支援等もなく、当時の在学者たちの学歴、卒業資格は国民学校卒業に止まる。事後の保障も原爆被爆者としての国家による保障以外は行われていない。なお、広島実践高等女学校は、 姉妹校にあたる。開校時の1943年代1期生は72人。運転を手伝えば、ミシニア、タイプライターも教えるが、募集時の歌い文句で、女学校卒業資格と常務による賃金の支給、また全寮制のため移植中も約束されていたことから、生徒の多くは、広島県北部、島根県、鳥取県の農産村部出身者が占めた。 1945年には309人が在学していたが3年生学校であったことと開校から廃校までの期間が2年半のため卒業生は存在しない。普通学科の他に電車並びに路線バスの運行に関する授業も行われ1年目には車掌業務で2年目には電車の運転士業務で営業列車に乗務する実践教育が実施された。 1942年、1943年、1945年、1976年。ありがとうございます。